どうも、しめたまごです。どうも、しめたまごです。どうも、ルンです。あっ、ちょっとです。僕たちは、まあ、今までいろんな学問に触れてきたわけですよ。いや、本当に多いっすよ。なんか今日、デンガさんだけ色味違いますね。デンガさんだけなんかサファリにいないドッキリしてるな、まさか。俺だって完全俺たち今サファリパークで捕まえられるポケモンやろ。ああ、一人だけナイトサファリ。俺ホーホー好きやからさ。あ、ホーホー好き。夜のずく早い。どうもマグマックです。どうもマグカルオです。どうもドンです。ポケモンわかんない。ポケモンわかんない全然だよ。学問を勉強することも得意だし、それをもう教えるのも容易なわけですよ。まあそうですね、まあみんな多分できるんじゃないですか、ある程度は。はい、はい、というわけで、まあ、今回やりたい企画はですね、はい、見知らぬ教科アドリブ授業選手権。はい、ということで今から皆さんには4つの未習科目を勉強してもらうんですけど、はい、勉強時間が1人は0分、もう科目見ただけで完全アドリブ。なるほど、だから、やばす、あ、はいはいはい。光さんが一番得意そうなやつ。全部嘘で構築する。一から学問をね。で、二人目は5分間勉強してから教える。はいはいはい。なるほど。で、三人目は30分。もう。で、4人目1時間。なるほどなるほどなるほど。っていうので、まあ、それぞれ違う時間勉強した後に、まあ、彼女に1人、15分、15分。授業してもらいます。なるほど。15分アドリブって結構あのボロ出そうやな。そうなんです。ボロ出ないように7、8分ぐらいの時にヤバそう。頑張らないといけないな。僕はあれですか、あのホエーの生放送の時に僕授業やったじゃないですか、うん、あれ準備4、5時間かかってますから。嘘やん。ほんまですよ、ほんまですよ。マジか。で、まあ、審査役兼、まあ、生徒役のノエリンに、まあ、誰がどの時間勉強したかっていうのを、まあ、並び替えてもらうと最後、はい、まあ、この時に30分1時間引いた人が3位4位あたりに割り当てられたら、自分の担当した科目を30分ちゃんと授業するという動画を。なるほどね。授業の授業の授業やってください。つまり0か5を引きゃいいってことか。それでそういうことです。先に科目を発表します。はい、お、ルル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 。ああ当たりたいな俺これ。哲学これはちょっとスンとかはちょっとあんまり当たってほしくない。哲学史なら結構当たり前。哲学って待ってた。哲学が何かあんま分かってないの俺。2つ目はこれヤバそう。これテレン菌類学。あ、菌類、菌、菌類学。あ、今流行りの流行りのね。3つ目テレン保育士。あ、基本保育士の、まあ、保育士検定みたいな、保育士の、まあ、一応試験みたいな。じゃあ4つ目、はい、でね、木工造入門。建築ですね。建築。建築ね。建築です。ゼロです。ゼロでございます。私じゃあくじ引き、これやばいな。え、これえくじ引きでます。時間ですか。くじ引きにもう科目と時間がもう書いてます。あ、なるほど。指定か。もうね、どれが何分って聞かれてます。木工ゼロ分やばいな。木工ゼロ分やばいな。木工っていきますよ。じゃあ僕から手製のくじでん。保育ゼロ分でございます。あー、危ねー。あ、ゼロ分。あ、でも、あ、そうか、ゼロ分。あ、ゼロ分か。ゼロ分か。じゃあ俺ら勉強が確定したんや。ここもいらなかったことありません。確かに確かに。次、さすん。いやね、哲学がいい。あー、木工30分。うわー、もちろん。やったー。スンが一番苦手そうなやつ。逆に、マジで何言われても信じれるわ。確かに。俺、何言われても。確かに。何言われても。逆にアドリブ、ぜひ。だから30分で。金額5分。5分は渋いな。5分しんどいよこれ。キムがあと1個ないって。哲学1時間じゃん。あ、哲学1時間。そんなにないから。哲学1時間いらないっすね。なるほど。逆に。じゃあ今から勉強していきますよ。はいはい、よーい。で、終わり終わり、おしまーい。レンガおしまーい。あー、無力すぎ。これ無力やって、マジで無力すぎ。いやいや、5分はでかいよやっぱり。
というわけで、ノーリンさん、今から授業を始めたいと思います。私は保育学者のヤバないこの人と言います。よろしくお願いいたします。保育士になりたいんだって。はい、聞くところによると、はい、そうです、まあ、今回はね、保育士について、保育士になりたい方向けの授業をやっていく。こいつ第一週にも勉強しないと。一番自慢巻き合ってるけど、幼児、幼児の体高について学んでいこう。体高というのは、専門用語で体の構造という意味。ここはまあ特に重要ではない。じゃあ話していく。絵がとても下手なのだが、さして重要ではない。まず一つ。あーってまだ歩けないから、こういうあーってなってるこの状態。フランス語ではこれネリムと言います。ネリム。はい。で、フランス語でネリムというのは、まあ、乳を飲むものという感じなんですけども、あ、これ、わかるかな？わからない。わかんない。あ、これ、アルケンです。ネリム、アルケンときたら、もうわかるよね。ケルアールと言います。フランス語で。まあ、これは、日本語では、まあ、フランス語じゃなかった。多分ね、どっか。怪しい。いや絶対フランス語専攻や。やばい。ノイリン。本当にフランス語じゃないと思うけど、どっかが言ってた。ほら本当に信じてほしい。まあハイハイができるようになるという、モデルですね。でこれをまあヤスキニシマスモデルと言います。ヤスキニシマスモデル。なんで？絶対西松やから撮ったもん。で、スプリングね。で次三つ目ね、これアームストロングが開発したやつなんです。アームストロングの方法は、こう持ってこう履かせる、こう持ってこう履かせるみたいな方法があって、まあ一応アームストロングバイマイサイドと呼ばれる。アームストロングバイマイサイド。ゴー！はい、ということでね。私、今ね、木曜6円の授業にようこそ。私は講師の、と申します。ね。まあ、今回ですけどね、まず木構造とは何か。はい、ね、一応結構難しいんですけど、一旦そこは置いといて、はい、ね、レジュメに配ります。お、はい、すごい。こちらですね。まあ、単位取得要項は、まあ、この15分の授業に、着席していれば、A は確定ですね。楽さんすぎる。はい、ということでやっていきましょう。まずまあ一旦木工座置いといて、まず木造といえばって感じなんですけど、はい、皆さんまあね、ここで一つ思い浮かべてほしいのは日本最古の木造建築、はい、なんですか？法隆寺、まあ、正解ですね。という感じでね、まあ、基本的に 木工造っていうのはまあ木造建築についての話でございますね、はい、なんですけど、まあ一旦その木造建築は置いといて、それ以外の、ね、建築にも触れておきましょう、はい、まあ、ヨーロッパとかではね、特にローマンコンクリート、まあ、コンクリート建築で、中東の方ではね、何が使われました？土。まあまあレンガですよ、レンガ。レンガが使われていたり、一番下の写真の建物、何か分かるかね、これ。分かんないです。あのフランスの水道橋。ガール？正解！さっすね、もう私、この講義満足いたしました。うわー、ムカつくー、ムカつくー、嫌だ、嫌すぎる。はい、ということでね、ここでね、まあ、木構造が重要になる、一つのきっかけがございまして、転機となった2000年の法改正。この法改正にね、絡んでる、1995年にとある出来事がありました。その出来事は何でしょう？ 95? 阪神淡路大震災。正解です。そう、これによってね、そう、まさしくその通り。これによってね、2000年の法改正によって構造計算というものを、まあ、強いられることになりました、うん、この構造計算というのがもう完全に木構造学というものでございます。あ、でもね、普通の人間にはもう縁もゆかりもないものでございます。もう全然忘れてもらって構いません。はい、ではじゃあ次のページいきましょう。はい、
まあこんなもんね。まあ一番知ってほしいのは構造計算という言葉だけは皆さんね知っていただけるといいと思います、はい、ありがとうございました。おーなるほど、ありがとうございます。ゲームセット。はい、ということで本日はですね、私蔡金之助がウイルスについての授業をね、はい、皆さんにやっていくね。おー、最近なんか世の中に流行ってるウイルスって何かあるかな。コロナウイルス出ました、コロナウイルス今日はウイルスの各名前の由来について。怪しい怪しい。ウイルスのこれコロナを例えば例に説明するとね、大気日食の時に見える光みたいなのがあるんだけど、あれコロナっていうのね。でそれとウイルスのその細菌の形が似てるからコロナウイルスってついたの。意外と単純なんだよね、ウイルスの名前付けが。じゃあ例えばさ、他になんかウイルスって言ったらどんなのがある、有名なやつで言うと。インフルエンザウイルス。じゃあインフルエンザの由来考えてみようか。なんでなんですかね。え、あ、そういえばさ、はい、ウイリンちゃんってなんか YouTube で芸能活動してるんだっけ。YouTube で芸能活動。え、じゃあウイリンちゃんって何仕事何してんの。インフルエンサー。あー、君はインフルエンサーだよね。君はインフルエンサーだ。それとこれ由来一緒なの。いや、これ由来一緒なの、知ってた。ところでさ、今日本ってさ、一夫何妻制？今何時ぐらい？昔は一夫多妻だったじゃん。これなんでなったと思う？なんでなった？はい、これ感染症の影響です、これ。これ感染症の影響です、はい。昔、実はあのね、織田信長性感染症かかってたって知ってます？知らなかったです。織田信長実は性感染症かかってまして、あの一夜で200人の女に菌を植え付けたと言われています。そう、一夜で200人の女に菌を植え付けたと言われている。だからお前子供じゃなくて今川義元に言われました。いや、嘘。今川義元に言われました。嘘。はい、もう一回言ってください。はい、子供じゃなくて。そう、はい、そう、はい、そう、はい。ゲームセット。ということで、今回私が教えるのは哲学でございます。ほー、まずね、哲学って聞いてどんなこと思いますかね。哲学はなんか考え方って。おー、なるほど。まあもっと、広い表現をすると、まあ、自然とかそういう自然現象とかを、まあ、使っていく学問だと。ほんまに確かに顔だけで顔読めということで、ここで重要になってくるのが常識と呼ばれているものになります。はい、常識といえば何かありますか。常識、水は美味しい。水は美味しい。なるほど。ちょっと話が変わってくるな。ちょっとやり直しってもらっていいですか。はいはい、1たす1は2。あー、あー、だ、すみません、すみません、ちゃ、ごめんなさい、全然違う、仏系なんで。小学校、中学校は義務教育。まあまあまあ、いいでしょう、まあいいでしょう。例えば、小学校、中学校は義務教育。ところが、それ、日本での常識ですよね。そうですね、はい、海外とか行ったりすると、まあ、あの、なんですか、8年生とかになったりすることもありますね。はい。ということで、常識っていうのは、まあ、文化とか、あるいは時代によって変わってくるものなんですよ。で、まあ、なぜその常識っていうのは変わっていくかっていうのはを考えていくわけですね。はい、で、常識っていうのは、この後アリストテレスを紹介しようと思ったんですが、ちょっと時間が足りなくなってしまったので、今日の講義はこの辺で終わりにしたいと思います。はい、いい先生ですね。ありがとうございます。ありがとうございました。ゲームセット。結果発表。はい、ということで、まあ一通り終わりまして。終わりましたね。まあ、今から当ててもらうんですけれども、はい、はい、もう決めました。あ、その中でもう決まってます。それではじゃあノエリさん、予想した順番を発表してください。1時間ちゃんと勉強したなと思った方は、はい、キムさんです。
おお、なるほど。理由は、理由あの内容で、あの内容で、すーさん、あの内容でぽいこと言ってた。ああ、はい、嘘は言ってないよ。でもまあ知ってる範囲でしたよね、誰しも。30分はスンくんです。なるほど。あのスンってヨーロッパ好きじゃないですか。確かに。だからその1時間で勉強できなかった分の残り30分分を好きなことの話で5分5分勉強した人、はい、誰ですか。勉強した人は念願さんです。そうですか。ってことは最後は花尾さんはノーベンかなって思いました。あの授業で、あの授業、あのクオリティの授業で、お前あなたなんか絶対的になんか嘘つけみたいな。いやいやいや、でもボイクとか仮にこれでも1時間だったとしたら何ちょっとね。というわけで今回金の授業がね、あったと思うんですけども、こちらに関しまして皆さんね、最近流行っているねウイルスとか菌とかで、マスクをつけている方も多いと思うんですけども、今回はですね、そんな菌を除菌してくれるマスク除菌ケースをご紹介したいと思います。で、こちらなんですけども、このメディックさんが出しているですね、ウルトラウェーブマスク除菌ケースというのをね、ご紹介させていただきたいんですけれども、なんとこちらの除菌ケース、このね、マスクについているこの菌をなんと 99.9% 除菌してくれるすごいケースなんですよ。なるほど。今の時代にめちゃくちゃ大事。マスクがないとすごいよ。だからなかなかっていうか、ありそうでなかったよ。確かにこれは普通に。ということで、現代人には必須のねアイテムだと思ってるんですけれども、使い方はいいと簡単ですね。こちらに、なんかこういう風にマスクを、こんな感じかな。はい、こんな感じでマスクを中に入れて、ボタンを押せば、除菌が開始されるということですね。みんなせっかくマスクつけてても、マスクに自体に菌がついてたら、意味ないからね。そうですね。こういうのは。でしかもマスクが足りない人にもね。でもこれ使い回せるよね、こうやって。そうですね。除菌をすることで。はい。非常にいいや。で、こいつはですね、なんか LED で、LED で光を当てて、除菌するんですけど、短時間でね。除菌ができるので、非常に、お手軽簡単って感じです。この商品をですね、開発するにあたってなんかクラウドファンディングみたいなのがあったらしいんですけど、なんとその、じゃあクラウドファンディングしたんや。そう、これでなんと2億円の開発費として。マジか。そう、2億円の投資がされて、もう開発されてるんで、じゃあめちゃくちゃ世の中で必要とされてる。そう、サポーター3万人もいるんで、この除菌ケース、僕たちも、愛用させてもらってるので、この概要欄からですね、概要欄に気になった方は概要欄からぜひ、調べてみてください。ということで、今回は菌に関する動画でございました。どこがやねん。